坂口清志は、日本の元女子自転車競技選手、元女子競輪選手、兵庫県出身、日本競輪学校第116期生。競輪選手時代は、日本競輪選手会京都支部所属、ホームバンクは、京都向町競輪場。師匠は、武田哲司。ガールズ競輪選手としては先にデビューした、坂口楓えは実枚。 自転車競技をやっていた父の影響で、楓花と共に、姉妹で自転車競技を始める。アマチュア時代は主に、シクロクロス、ロードレースと中長距離で活躍。日本体育大学時代の2014年8月の、ユースオリンピックタイムトライアルで1位、そして2015年12月、2016年12月と2年連続で、 全日本選手権自転車競技大会シクロクロス1位となるなど実績を残す。その後、妹のカエデ・ハナがガールズ競輪で活躍する姿に触発され、競輪学校第116期生入学試験を受験主合格。競輪学校を卒業後、2019年7月8日、奈良ファイでデビュー。初勝利は、同年8月23日の地元。 無効長二日目第6レース L 級予選に。決勝にも時々進出するなどしており、平均競争得点は50点前後で推移したが、2020年7月1日の松坂ファイ最終日 1R で失格したのを最後に、レースから離れ、以後一度も出走することなく2021年1月20日、選手登録少女、通算戦績74戦4勝。 坂口清香選手情報ガールズケイリン。w w w g i r l s k e i r i n c o m 2020年7月17日閲覧。日刊スポーツ、ガール、S コレクション2019坂口清志光選手編。ケイリンマルシェ。2021年1月25日閲覧。AB、坂口清香&。 楓花仲良し姉妹レーサー特別対談、力の源。ケイリン・マルシェ。2020年7月17日閲覧。第116回生徒主なる合格者。ケイリン・ JP。2021年1月24日閲覧。AB、日本ケイリン学校第115回及び、第116回生徒一般入学試験合格者の発表について。 ケイリン JP2021 年1月24日閲覧。ありがとうございます。